キックオフ。アウェーに乗り込んだ FC 今治、この日はドゥドゥ劇場となりました。全ゴールシーンをじっくりとご覧いただきましょう。9分、左サイドで展開して近藤からドゥドゥ、持ち込んでふわっとゴールイン、先制点。そう、ドゥドゥといえば風船にしても、このゴールはおしゃれな要素が詰まっています。ドゥドゥのふわっとループ、おしゃれです。近藤からの優しいパスもおしゃれです。この右足のアウトサイドですね、こういうのができるのがすごい。これぞドゥドゥ劇場。追加点も見てみましょう。22分です。浮き球をビニシウスがドゥドゥへ、リターンをミカドからのドゥドゥ、ジャンピングボレー、早くも2対0と突き放します。ドゥドゥ劇場第2幕にしても、このゴールもめちゃくちゃハイレベルな技が詰まっています。このドゥドゥの返しのパス、これもアウトサイドです。カメラさん、巻き戻してください。もう一度、ビニシウスからのパスをほら、ビニシウス、ミカド、ドゥドゥ、見事な技が連続して生み出された2点目、ジャンピングボレー。3人のレベルの高さが分かりますね。いい顔してますね。ここでドゥドゥ選手のミニ情報。日本に来て9年目、福岡と甲府時代に2度2桁得点を取ったストライカー。趣味はバスケ。自分の子供たちと遊んだり出かけたりすること。特技はゲーム。好きな食べ物はフェイジョン、肉、ポテトフライ。好きな本は聖書。普段から明るくて礼儀正しいナイスガイのドゥドゥ選手は仲間も大事にします。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。後半、ダメ押しの3点目は抜け出したドゥドゥから武井。これまで連続出場もゴールだけがなかった武井に今季初ゴールをお膳立て。起用し続けた高木監督も、武井はデビューした2021年以来2年ぶりの得点。それを生み出したのがドゥドゥの完璧なクロス。自分のゴールよりも仲間のゴールを優先するドゥドゥで、終わらないのがドゥドゥのすごいところ。近藤からドゥドゥ、うん、ドイシュトレス。そうです、自身初のハットトリック達成。いやー、もう無双状態です。この日2回目のジャンピングボレー。3ゴール1アシスト、まさにドゥドゥ劇場で、今季初待望の連勝、4位浮上。雨の信州で昇格ラインが見えてきましたよ。Muito feliz pelos gols, mas principalmente pela vitória. O time estava precisando vencer jogos seguidos e hoje conseguimos demonstrar um bom futebol e o placar diz tudo. Acho que todo mundo se doou, todo mundo contribuiu um pouco. É claro que é um detalhe muito importante os 3 gols, porém a vitória tem que ser também enaltecida. 前節、苦しい戦いを制して今季3度目の連勝を飾った2位の愛媛は、アウェーで4位の松本山雅と対戦。上位チーム同士の戦いは予想外の展開になりました。
前半30分、松本のスローインから愛媛ボールに。仕掛けた矢田が倒されますがノーファール、松本ボールになります。攻守が入れ替わるピンチで森脇が相手を倒しイエローカードが提示されますが、ここで小競り合いに。選手やスタッフも入り乱れての騒動となり、松本の村越はレッドカードで一発退場。ファールをした森脇とベンダンカンにもイエローカードが出るなど荒れた展開に。11人対10人、数的優位となった愛媛は後半10分、サイドチェンジのボールを山口、持ち上がってグランダーのクロス、そこに矢田、愛媛が先制点。相手のサイドチェンジ、一気に駆け上がってきた山口が見事なインターセプト、そして得意の左足からマイナスのクロス、これを矢田朝日が冷静に打ち抜きました。矢田はこれで2試合連続のゴールです。しかしそううまくはいきませんでした。1人少ない松本はセットプレーに活路を見出します。後半28分、フリーキックを得ると大外から侵入してきた野々村に決められ同点に追いつかれます。愛媛も攻勢に出ますが、しっかり守りを固めた松本を崩しきることができず、雨の中の激戦は痛み分けとなりました。最新の順位はご覧のようになっています。7月2日、新居浜市営サッカー場で第47回南海放送 JA バンク愛媛カップ愛媛県 U12 サッカー大会が開催されました。出場したのは東、中、南予の各地区予選を勝ち抜いた16チーム。東予地区代表は湯川サッカースポーツ少年団、田松サッカークラブ、 FC ラソフォルテ、今治サッカースポーツ少年団ノース、FC 今治 U12、 新居浜市少年サッカースクール高津教室の6チーム。中予地区代表は FC リベント、久保田フットボールクラブ、 FC JJ、 FC リバースジュニア、 FC ゼブラキッズ、グランドメリー U12 の6チーム。南予地区代表は野村ジュニアサッカークラブ、アークレスサッカークラブ、北サッカースポーツ少年団、和礼サッカークラブの4チーム。先生、僕たち選手一同はいつも熱心に教えてくださる監督、コーチ、応援してくれる全ての人に感謝し、チームの仲間とここで大好きなサッカーができるという喜びを感じながら最後まで諦めずプレーすることを誓います。令和5年7月2日、選手代表アークレスサッカークラブキャプテン小川壮は。ご覧のように新居浜市少年サッカースクール高津教室、今治サッカースポーツ少年団ノース、中予地区代表の FC JJ とグランドメリー U12 がベスト4進出を決め、現在準決勝が行われています。大会の模様は南海放送テレビで放送します。熱戦の模様をぜひご覧ください。J3 リーグ次節の予定です。ご覧のようになっています。今日
7月8日19時キックオフの FC 今治ホームゲームは浴衣で。浴衣を着ていくと里山カフェのチケットや選手トレカをプレゼント。スペシャルゲストも来場します。今夜は里山スタジアムで七夕気分を楽しんでください。また明日9日の愛媛 FC ホームゲームは SDGs デーとなっています。7月9日富山戦が開催されます。 SDGs のアンケートに答えてもらった先着1000名の方にプレゼントします。ぜひスタジアムにお越しください。待ってます。詳しくはホームページをご覧ください。ジャイアントキリン。